服部さん、はい、この方は子供の時からこうなんでしょうか。さあ、いや、私は先生にも無くなる少年時代があったであろうとそう思いますがね。無くなる少年時代、はい、どうですかね。サンタクロースなんているわけないだろう。サンタにプレゼントもらったもん。4年生にもなって本気で信じてると驚きだ。あんなものはおもちゃメーカーの策略に踊らされたバカな大人たちの自己満足イベントに過ぎないんで。じゃあ誰がプレゼントくれたのよ。愚問だね。一度寝たふりをして薄目を開けてるといい。忍び足で枕元にプレゼントを置く。お父さんの間抜け面が見られるだろう。サンタクロースの起源は恵まれない子に無償で穀物などを配っていた4世紀の司教ニコラスとされています。おそらく彼の行いを弟子が受け継ぎ、やがて一般家庭にも広がっていったんです。だからどうした。つまりサンタクロースは無数にいるんです。親が子にプレゼントをした瞬間、その人はサンタクロースなんです。サンタクロースとは誰かが誰かを思う心そのものなんです。よってサンタクロースは存在します。奇弁だね。私はそんなもの見たことがない。先生の場合は例外かもしれませんね。いや、コミカド先生にも素晴らしいプレゼントを送り続けているサンタクロースがいるかもしれませんよ。私がどんなプレゼントを受け取ってるってんです。大変大変なる素晴らしいプレゼントが目の前に。え、私？いや、ハットリさんやめてくださいよ。こんなサンタならいなくていい。いや、いてほしくない。だいたい君が来てからろくなことはない。君は最悪のサンタだ。だから指ささないでください。失礼です。お前なんて刺してくれないから。先生が刺したからじゃないですか。